赤い花をがぷつりと切れた。告げてくれるってありゃしない。置いてけぼんりを蹴飛ばして駆け出す。指に血がにじむ。シャクラ、シャクラ、いつまで待ってもこの人と。死んだジジイは同じこと。シャクラ、シャクラ、花吹雪、燃えて燃やした肌より白い花。浴びておばあちゃんは夜桜を七。へい、じゃ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 んじゃじゃんじゃ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 。シャクラ、シャクラ、やよいの空に。シャクラ、シャクラ、花吹雪。イエーイ、バフバフドン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 。こんばんは、バテロバテンだよ。あらま、桜がね、桜が今日は綺麗だ。イエーイ、わーわーわーね。これエフェクトさっき作ったんだよ、これね。あらまあ、夜桜だね、これがね。すごいね。みんな花見したかい？今日はね、花見だよ。夜桜のやつだよ。ねえ、ナイスー。ねえ、これすごいね。ねえ、おばあちゃん、アフターエフェクト。桜吹雪作り方ってググってやったからね、おばあちゃんね。あらまあ、すごい、おばあちゃんのこの施設にも桜がなっていますということで。今上野公園から見てる人いるかい？花見を見ながらね、この放送を見ておくれよ。バテるおばあちゃんだよ。あらまあ、ババアね、バズる。あら、なんだいバズるって。若者の言葉はわからないな。もうおばあちゃんさっき起きたんだよねえ。もう朝もやってたんだよ、おばあちゃん。ね、今日も元気だな、おばあちゃん。イエーイ。もうおばあちゃん、さっき起きてね。疲れて、またウイスキー飲んで、ま、今日はウイスキーじゃなくて、じゃあ、こうやってね、日本酒のやつを。すごいね。この、餅のやつを。こうやって、あ、風情が出てきたね。ね、風情があるよね。あば、飛ばしてのおばあちゃん。じゃ、今日はね、みんなでお酒でも飲みながらね、花見をしていこうじゃないの。おばあちゃんの素敵な調べに乗せてね。桜餅が喉に詰まっ。待てろ、おばあちゃんだよ。死なないよ。よく噛んで食べているからね。というわけで、今日はね、せっかく桜が咲いたスプリングということで、なんか桜に関するお歌を歌っていこうじゃないのさ。で、みんなこれからまだね、桜が咲いてない地域の人たちもね、このおばあちゃんの放送を BGM に花見をしてください。何がいいかね、次のリクエストのやつをやっていこう。死ぬなババア、お前の春はこれからだ。なんかまた五七五だよ。死ぬなババア、お前の春はこれからだ。うまいね。ババミザケだね。ババミザケを今年はみんな花見でしてください。小袋。小袋行くかい、小袋。小袋の桜ってあったね。おばあちゃん、あんまはっきりね、はっきりわかんないんだけど、でも有名だよね。さっき一瞬YouTube で聞いたんだが、小袋っていうリクエストがあったからね、
小袋の桜をやってみようかね。これだったよね。あ、そうそう、こういう曲ね。名もない花にはなんてやらって、世界に一つだけの花のパクリかな。というわけで、まあね、宇多田ヒカルもいいよね。いろいろあるよね。というわけで、じゃあ聞いてください。小袋で、は、桜。ふぅー、うー。名もない花には名前をつけましょう。この世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように。みんなも歌って。誰かの声でまた起き上がれるように。土の中で眠る命の塊。あ、ハモってる。アスファルトをしのけて会うたびにいつも会えない時の寂しさ。分け合う二人、太陽と月のようで。あ、まずハモってる。耳のならない花もつぼみのまま散る。花もあなたと誰かのこれからを、春の風を浴びてるよ。桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ。涙と笑顔に消されてく。そしてまた大人になった。追いかけるだけの悲しみ。強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない。なくさないでおばあちゃんの中に桜。イエーイ。結構長かったねこれね。イエーイ。あら、小袋が来てくれたね。小袋の大きい方の人がね、来てくれたね。あら、桜が咲いてる、みんなの心にも。スキマスイッチと確かに同じだったな。ねえ。あら、まあ、ね、ハモリの人もね、ハモリはおばあちゃんがやったからね。すごい桜咲いてるね。ああ、綺麗だ。真顔やめろ、ババ。というわけでね。あら、よかった、よかった。あら、酒が進んでるかい、みんなね、おばあちゃんもこの。日本酒のやつを。あ、もう肝臓がね、いかれてしまいそうだね、おばあちゃんね。あら、まあでも、咲く花見の時ぐらいいいじゃない。花見の時ぐらいね。ねえ。あら、まあ、でも本当にね、桜の曲というのはいっぱいあるよね。桜坂、マシャか。もうマシャ出しちゃっていいの？マシャ来てくれる。なんかこのね、今日はこの花見、あの、今おばあちゃん上野公園から中継してるんだけど、なんかいろんな有名人も来てるらしいよ。いろんなね、花よりババア、花より団子よりババアだよ。なんか来てくれるかもしれない。小袋の人が今いたけどもね。森山直太郎いるかね。いくら桜だからってさ、そう簡単にこのさ、上野公園ね、森山直太郎が都合よくいるわけないじゃないのさ。ねえ、上野公園突したらおばあちゃんが今いるかもしれないよ。ゲストに静香ちゃんは来ないけどね。なんだっけ、そんな森山直太郎はね、そんなやっぱりいつまでもその桜の曲にね、あれしてるわけにもいかないだろう。そんなね、森山直太郎がいきなりさ、
来るわけない。僕らはきつまってもモリアムだったの。きつまって会える日々もモリアムだったの。そこは波に木の道の上で手を振り叫ぶよ。どんなに苦しい時もおばちゃんは笑っているからくじけそうになりかけても高一じゃない、頑張れる気がしたよ。高一はこう、高一は霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる。桜だろうな、今咲き誇る刹那にざわわざわわ白い桜きび。あ、直太郎の、直太郎のお母さんまで来て。さらばともよ旅立ちの時変わらないその思いを今イエーイ。あらビリッよね、森山親子来てくれたよ。ねえ、直太郎いたね。やっぱりこの時期になるとね、営業のやつもこうやってしてるんだろうね。あらねえ、おぎもいるのかい。おぎもねえ、おぎもいるだろうね。はい、どうも、おぎやはぎです。おぎです。やはぎです。ばあちゃんのばあちゃんです。土佐回りしてるんだろうね。ばあちゃんのばあちゃんだね。さあさとうきび畑よ。さとうきびざわわざわわ白いさとうきびぼわーたけ。というわけでね、次どうしようかね。この公園に裸の草薙くんはいないかな。ね、もう酒をねやめたらしいからさ、草薙くんもね。バチェロバチェロだよ。桜ドロップスっていうのがね、さっきからあるけども、桜ドロップって言ったって宇多田ヒカルだろ。さすがにさ、やっぱりなんだかんだ言ってね、女性歌手って今まで来てないよね。あ、坂本冬美がでも来てからおばあちゃんだからね。宇多田ヒカル来るかね、果たしてね。え、来れないんじゃ。どこにいんの宇多田ヒカルって。そもそもね、日本にいんのかね。ねえ、いるのかね、女性来る。まあおばあちゃんがじゃあ歌っていこうかな、宇多田ヒカルは。恋をして終わりを告げ、誓うことはこれが最後の春桜さえ、風の中で揺れてやがて直太郎になるんだよ。花を咲かすよ。はは、宇多田ヒカルだよ。あ、宇多田ヒカルだ。宇多田ヒカルだよ。宇多田ヒカルだ。降り出した雨が涙の横と夏の涙とすっと WAZO 秋のドラマ再放送。どうして同じような竹槍何度も食らっちゃうんだ。それでもまた戦うんだろう。それが命の不思議。恋を
こしてすべて捧げ願うことはこれが最後のハートブレイク桜さえ時の中で揺れてやがて どんどんどん。あ、これね、今そうだ、大事な量あれしてたな、オーディオリップシンクあれしてなかった気がする。あ、これでね、これちゃんと音に反応するようになりました。やったらおばあちゃんだよ。イエーイ、パフパフどんどんどん。あら、なんかね、桜がなってきたね、桜がなってきたね、だいぶ ね。カルロスト式で君は 1000%なに関係ないね、あれをあれしたね。いやー、桜がどんどん咲いてきたや、今日は。孫来てたかい？ねえ、孫が来たかい？いや、いっぱいね、コメントが来てるけどね。君は、あ、いっぱい来てるね。みんなよく知ってるね、桜のやつ。あら、名残雪とかね、いいよね。千の風になってって桜のやつかい？ねえ、あ、私、さくらんぼっていうのもあったよね。そういう、なんかいろいろタイトルがあるよね。チェリー的なやつとかね。花がなんたらかんたらとかね、まあいろんなやつもあるけども、なるほどね、いろいろあるけど。スピッツのチェリーもいいのかい？じゃあ、じゃあリクエストにお答えしてね。カルロス・トシキとオメガトライブで君は 1000%。 君は微笑みだけで海辺のヴィラ夏に帰ってく僕のイニシャルついたシャツに着替え、なぜ走り出すの？ Hey! 熱い心の波打ち際へと近づくおばあちゃんの誘い交わして、ルル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 、君は 1000% 星よ、素直な瞳で君が見た夢なら If you give me your heart 入り江に浮かぶ物語、目を閉じた Endless Summer。 夏じゃん、イエーイ、イエーイ。いやー、カルロス・トシキも来てたね。カルロスとシキもブラジルから視聴者を置き去りにするのは、なんでこんなナウイ曲をね、え、大喜びでしょ、イエーイ。いやー、よかったね。ねえ、君は 1000% 1986オメガトライブって書いてあるよ。そんな古いのかい、これね。え、気持ちよく歌ってるね、バーバーバフバフドンドンドン。いやー、よかったよかった、カルロスとシキも来てくれたよ。ねえ、桜関係なかった。だってね、だってあれなんだもん、リクエストがあったからついついあれしてしまって、スピッツのチェリー歌って、ヒルクライムの春夏秋冬わかんないな。何ヒルクライムって、ラッパーみたいなね。スピッツのチェリー、スピッツのチェリー行くかい、これ。スピッツのチェルリー行くかい。なんとか政宗、これもだいぶ古いけどね、いまだにこれはみんな知ってるんだね、若者たちもね。スピッツのチェリー、ジェン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 、あれこんなキーだったっけ、ジェン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 、ふー、おばあちゃんを忘れない、曲がりくねた道を行く
生まれたての太陽と夢を語る広い砂、二度と戻れないくすぐりあって転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来がおばあちゃんを待ってる。愛してるルーの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど Hold me tight、yeah! やっぱりあんな綺麗な声は出なかったね、おばあちゃんね。もうガラガラよ、ガラガラ。もうね、年だしね、酒焼けでね、大変なことになってるね。あちらばあちゃんだよ。ああ、なおかったなおかった。これはやっぱりもう今ではね、カラオケのやつで歌うのかね。ハイトーンボイスはね、ハイトーンボイスはすごい休めばば、ちょっと一旦休もうか。ね、お餅のやつでも食べて。ねえ、あれだね。あ、いっぱい来てる、いっぱい来てる。いっぱい来てるね。夜桜を日中歌ってさっき歌ったもの、オープニングに。ビギン、ビギンもわかんないな、おばあちゃん。なんでビギン、ビギン。あら、いっぱいね、あれしちゃった。あー、ちょっとね、一匹つって、中島美嘉歌って、中島美嘉来ないでしょ、だって。ね、中島美嘉。中島美嘉もあったね、なんかそういう桜の曲がね。さすがにちょっと、中島美嘉はね、中島美嘉来るのかい、なんて曲だっけ、中島美嘉ってね。中島美嘉あったけど、中島美嘉は忙しいのかい、中島みゆきの方が来るかもしれないね。桜色舞うからおばあちゃんはひとり抑えきれぬ胸に立ち尽くしてた若葉色も揺れば思いあふれた全てを見失え、あなた、あなたへ流れた巡る木々たちだけが二人を見ていた、ひとところにはとどまれないと、そっと教えながらイエーイ、中島美嘉いたよね今。中島美嘉いた、酔いと巻きじゃないよ。あら、中島美嘉いたよ今ね。よかったよかった。今日はなかなかね、ハイトーンボイスがいっぱい来るよね。酒焼けしてるっつってんのにね、なかなかおばあちゃんを苦しめるリクエストがね来てるけども、あれまあ、あれまあ、山崎正義 One more time、 One more time。 正義いるかよ、正義、正義。あれだね、山崎正義ワンモアタイムって言ったらあれだよね。ね、そう、中島美嘉のオーラをね、まとっていたんだよ。おばあちゃんはね、オーラの泉だからね。オーラが見えるから、おばあちゃん。あの世とつながってるからね、おばあちゃん。正義はあれだよね、あの、秒速5センチメートルだっけ、秒速5センチメートル的なやつという意味での桜ソングだっていうことでいいのかね。あらまあ、そんなね、
正義来てくれるかな。じゃあおばあちゃん歌ってみようかね。ねえ、秒速を思い出しながら。皆さん、ナウイね、ナウイ感じになってきました。それでは聴いてください。 One more chance、 One more time、 One more chance。 これ以上何を失えば心は許されるの、どれほどの痛みならばもう一度君に会える。おばあちゃんタイム、季節よ移ろわないで、 One more chance。 ふざけ合った時間よ、食い違う時はいつも僕が先に惚れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance。 記憶に橋を渡、お家へ帰ろう。 One more chance。 次の場所を選べない、いつでも探しているよ。どこに君の姿を、向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめて見せるよ。イエーイ、バフバフドンドンドン。ねえ、マサヨシ来てくれたね。泣いてるよ、泣けるね。もう今一番流行っている映画の主題歌でした。いやー、泣けた泣けた。ナウイナウイ。さてね、いやー、だいぶ風情が出てきたね、この花見にもね。この花見にも風情が出てきました。桜大戦歌い、走れ高速の天陰君感激団。今日はもう1時間ぐらいで終わろうと思うから、あと折り返ししようか。折り返し、何がいいかな。今何がいいかね。桜ソングね、桜ソングね。長渕の乾杯、乾杯。長渕は分かんないと言うとろうが、言うとろうが、やろうかね。 AKB とかなかなかわかんないね。おばあちゃんね、ばあちゃんおばあちゃんだよ。生き物係の桜わかんないな。もうみんな桜って曲を作ってるのか、最近の子はね。ねえ、1位とかわかんない。おばあちゃんそういうナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーは。おばあちゃんはね、次はじゃあみんなのリクエストに答えようかな。さっきちょっとね、気になるリクエストがあったからね、おばあちゃん。ちょっとそれを、曲を歌いたいと思いますけどね。それではね、聴いてくださいね。桜ソングということで、皆様この曲を聴いてください。フジファブリックで桜の季節。テレテレレテンテンテレテンテレレレテレレレ。桜の季節過ぎたら遠くの街に行くのかい。桜のように舞い散ってしまうのならばやるせない。ちゃん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 。おう、ならば愛を込めて。そう、しぶれ手紙をしたためよ。作り話に花を咲かせ。おばあちゃんは
読み返しては感動している。ドゥル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 、イエーイ。桜の季節過ぎたら遠くの街に行くのかい。桜のように舞い散ってしまうのならばやるせない。桜の季節過ぎたら遠くの街に行くのかい。桜のように舞い散ってしまうのならばやるせない。イエーバフバフどんどん、あらまあらま、ねえ、志村も来てくれたということでね、ええわ、バフバフ、どんどんどん。ねえ、いい曲だね、これね。ねえ、いい曲だね。紅白みたいな演奏ですね、おばあちゃんも。桜が味方をしてくれました。あらまあ、あらまあ、ちょっとマイク。あ、これでよし、ビビビっていうのがね、治ったかな。はーい、というわけで続いてはですね、どうしようかな。サカナクションはおばあちゃんこの前のね、あれしか知らないんだよね。聞こえて、聞こえていますよね、バーチャルおばあちゃんだよ。すごいね、今日もいっぱいね、コメントのやつが来てるね。森山直太朗がさっき歌ったよ。ねえ、千本桜わかんないもん、おばあちゃん。いやー、それにしてもね、皆さん、花見はしましたか？花見は。ねえ、何すんだろうね、花見ってね。あえて粉雪を、ラルクのハニー、花水木、カードキャプターさくら、ブルーバードってなんだよ、なんかいろいろね、いろいろ来てる、いろいろ来てる。ラルクのフラワー、ラルクのフラワーってどういう曲だったっけ。ラルク、ハイドもいるのかね。ラルクンシエル、ラルクンシエル、どんな曲だったっけ。ラルクの、ラルクのフラワー。そう、気づいていた夜がな光に混ぜる。おばあちゃんは眠ってる。ちょまじゅうばかりだけど今日も会えないからベッドの中目を閉じて次の演奏でもこの夢の君に見とれてるよ。いつでも君の笑顔に揺れて太陽のように強く咲いていたい。胸が痛くて痛くて壊れそうだから叶わぬ思いならせめて枯れたい。ピュー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 、しまった、ハーモニカ忘れた。ハーモニカ、ハーモニカどっか、ハーモニカどっか、ないかな、おばあちゃん。今んとこハーモニカが必要だったよ。ねえな、これ。あらまあ。ねえ、どっかにあった気がしたけど、次はハーモニカ用意しとくからね。あ、これハーモニカのやつだ、これ。これね、ないわ、パッと見ね。
あら、次までによ、似てるぞ、ババ。ハイドだよ。あら、ラルクも、おばあちゃんの隣で、花見してました。気づかなかった。ねえ、ハイド。ばあちゃん、おばあちゃん、オーライ。おう。ハイドがね、今、隣で、花見をしているからね。ねえ、ハーモニカとかやりだしたら、ほんと何なんだい、この放送はね。グースハウスじゃない。ミュージックチャンネルにしなきゃいけないね、これね。あてろばあちゃんねよ。ねえ、上のカオスだよ。ねえ、投げ銭も来てるね、おばあちゃんのこの三味線の三味線ケースに今たくさん小銭がね、たまっていってるよ。あてろばあちゃんねよ、他なかったかね。ねえ、おばあちゃん、グースハウスに入りたいんだけどね。キンキキッズのフラワー。キンキキッズ、フラワーイエーイちゃんちゃか、でもあれ、寂しかわかんねえんだ、おばあちゃんな。キンキキッズのフラワーね。ちゃんちゃか、ちゃんちゃか、ちゃん。僕らは、愛の花咲く、そうよ。苦しいことばかりじゃねえから。こんなに頑張ってる君がいる。叶わない夢はないんだ。雨が踊るバスと君は誰かに抜かれ。だってそこも僕のこと見ないふりした。イエーイ長い。つよしがね、調子ふざけてる時のつよしだね。いやー、キンキキッズもね、はしゃいでるよ。ああ、ええ、ちゃんとあれしなさい。いつまでキッズのつもりなんだい。おばあちゃんがね、おばあちゃんは YouTube 界の森光子だからね。 TOKIO の鼻歌ね、おば TOKIO もわかんないんだよね。花が咲く。もう慕われてんだよ。ジャニーズたちにね。ジャニーズたちに慕われているというわけさ。さあどうしようかね。他に何かあったかね。歌いたい曲、おばあちゃんの。ダパンプってその花っぽい曲ないもんね。キスから始まるミステリーあるかな。キスして。いっぱい来てる、いっぱい来てるコメントが。桜ドロップさん歌ったからね、まあ大体今日はね0時ぐらいに終わろうかなと思ってるんですけども、春よー遠き春よーのとこしかわかんない。オレンジレンジで花、オレンジレンジね、オレンジレンジの花なういね、みんなね。オレンジレンジとかね、オレンジレンジとかなういね、みんな。おいね、最近の子たちのじゃあ受ける曲を歌おうかね。おばあちゃんもね、そうやってリクエストが来るもんだから、なおいな、あ、ね、応援ありがとうよ。それでは聴いてください。オレンジ。小さな方に背負い込んだ僕らの未来は、中井くん、ちょうど今日の夕日のように揺れてたのかな。いたずらな天気、雨がバスを追い越してく、ゴロー。オレンジの粒が街に輝いている。遠回りをした、キビラ自転車の帰り道、キビラ勝手にやるにすんな。背中に温かな鼓動を感じてた。さよならといえば君の傷も少しは消えるだろう。会いたいよと泣いた声が今も胸に響いている。イエーイ。お経かなじゃない、中井くんだよ。失礼だよ、中井くんにお経かななんて、ね、あらねえ、木村くんと中井くんも来てた。
中間管理職の稲垣メンバーはなんとこっちにも来ているという衝撃事実がね発覚しましたけども、あらまあアフパフドン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 、中間管理職だからね。ああというわけでスマップも来てくれてね、盛り上がってきましたけどもねえ、旅中居くんだよ、中居くんだって歌いたいんだよ。中居くんだってね、大体知らないのかよみんな、あのライブではねちゃんと中居くんも歌ってるんだよ。ヘタヘタって言うけど中居くんもねちゃんとソロで歌ったりしてんだ。君の想い今も眠れない夜に君を抱きしめに行こう。うまいうまい、ね、いい、ほらこんな感じでね、あ今もうライブそのものだったよね。スマップファン歓喜、スマップファン歓喜ですよ。どうしようかね、スマップライブは行ったことないけどね、あのよくねめちゃイケでやってたやつ見たね。スマップね、もうめちゃイケも終わるんだって。トンネルズも終わっちゃったよ、みんなどうすんの。バラエティがね終わっていくけどみんなどうするのかね。悲しいね。野猿歌って、野猿いないでしょ、解散したんだよ、最終回したんだからね。老害じゃないよおばあちゃんは、あね、おばあちゃん好きだったからね。特にやっぱ初期が好きだったね、あの皆さんのおかげですのね。聞いてください、野猿で、あ正解があった、野猿の叫び。ウォー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 、風よ吹けよ、雨よ降れよ、ウォー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 、蹴り狂う嵐になれ、ジャンジャラジャ、トンネルズトンネルズ、こんな時代に生まれ、石橋さん、おでは髪を散らない、趣味深き欲望に支配されているよ、西へ東へ走り、ノリさん、愛を求め続けた、信じてた生き返りに、俺は俺を撃った、偽善者の行列に俺は並びながら、あのむっちゃ歌が上手いスタッフの人、手のひらを差し出したら恵んでくれたよ、奪った弱者のダイヤモンド、誰かここから助けてくれ、声にならない声がする、孤独でが叫んでる、懺悔かもしれない、俺を今すぐ殺してくれ、悪い夢は終わりだよ、繰り返す過ちが消えない朝になる。あの近所の人からは、あれほぼなさっとこのほぼさんはほぼなんじゃないかな、なんて言われてますけども、ホモなんじゃないかなということ。イエーイ、ね、ホモだホモさんがいた。ホモだホモさんがね、おばあちゃんの後ろの、後ろで花見をしてましたね。あらまあ、まだね、トンネルズもいたということで、よかったね、みんな一安心だね。呼べば来るということでね。あ、よかったよかった。あらまあ、よかったよかった。ね、懐かしいね。あの時代のやつをね、
あの時代のやつもね、おばあちゃんもちゃんと受け継いでいこうかなという気持ちでね、バラエティをやっていこうかね、おばあちゃんもね、一人バラエティをね、どうしよう、次なんかないかね。ねえ、トンネルズ、そういい曲多いのよ。昔の曲が歌いたかったんだけどないんだよね。野縁ぐらいからしかないんだよね。ねえ、バラエティがね、一番偉い人へ俺たちは、どうしようかな。嵐の桜酒、何嵐の桜酒って、嵐の桜、いばだりをするべきか、あるね。あ、でも全然わかんないよ、嵐の桜酒、嵐の桜酒ってどんな曲だ、教えてくれ。やっぱ J-POP は70年代から90年代最高だわね。なんで勢いなくなっちゃったんだろうね。それでは嵐のハピネス、イエーイ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 イエー、向かい風の中で桜井くん、嘆いてるよりもうまくゆくことを想像すれば、いつの日か変わる時が来る、夢中で生きてたら、あ、今、あ、今だ、何あ、今のことね、愛が傷ついてためらいながら、何度も立ち上がるよ、にのにんや、思い出の鳩先をおどく考えたら寂しすぎるね、仲いいじゃないよ、さ、さらがし未来が向こうできっと待ってるから、イエーイ、走り出せ走り出せ、中居くんが来たから止まっちゃったよ、ギターコード難しいな、これ。明日を迎えに行こう、君だけの音を聞かせてよ、全部感じてるよ、止めないで止めないで、今を動かす気持ち、どんなに小さなつぼみでも一つだけのハッピネス、イエーイ。嵐は桜井くんがいるからね、ギター止まっても桜井くんがどうにかしてくれるね。あ、よかったよかったよかったねえ。あら、まあ、ジャイアンじゃないよ、桜井くんじゃ、失礼だよ桜井くんに、ジャイアンとか言うんじゃないよねえ。悪意じゃないさ、いたんだ、嵐が二つ横にいたんだもんだって。本人隣が、あの隣がラルク・アンシエルでね、もう一個横が嵐だったんで、恐ろしいね、上野公園ってやつはね。ミスチルの桜井くんも呼ぶかい、そろそろミスチルの桜井くんも呼ぼうかね、声が枯れてきたからね。松潤いたんじゃないかな。ああねえ、ジャイアンリサイタル、おうおうれうれはジャイアンやらガラキ大将、わわわわわ、ジャイアンもいるよ。たけしさん、スネオさん、のび太さん、しずかちゃんもいるね、昔のね、ジュアエモー、のび太もいる、のび太も、どうしようかね。みんないるって言ってんじゃん、さすがにこんなの一人でできると思うかい？いるんだよ、本当に。ここに。しようかね。ねえ、あ、静かだね。驚いてるね。驚くよ、そりゃ。だって。まさかだよね。どうしようかな。なんかやろうと思ってたのに。あれ？何しようとした？あ、ミスチルの桜井さんも来るって言ってたのね。じゃあ、ミスチル。おばあちゃん、ミスチルはね、声が枯れてきたら歌っておきたいよね。しようかね、トゥモローネバーノーズ歌うかい、トゥモローネバーノーズ、静香ちゃん曲紹介お願いします。はい、それ
続いてはミスターチリドレンのトゥモロー・ネバーノーズです。ありがとうございます。今の子わかんないだろ。昔の静香ちゃんがやられてもね、でけててんでけて、とどまることを知らない、時の中でいくちゅもの移りゆく街並みを眺めていた。ここどうですか。幼すぎて消えた帰らぬおじちゃんの面影をすれ違う少年に重ねたりして、無邪気に人を裏切れるほど何もかもを欲しがっていた。分かり合えた友の愛した人でさえも償うことさえできずに、今日も痛みを抱き夢中で駆け抜けるけれども、また明日へ見えず、今日勝利も敗北もないまま孤独のレースは続いてく。イエー、桜井さんだ。桜井さんもいたよ。桜井さんねえ、さ桜だけにね、桜井くんがいればそれ桜井さんもいるよ。桜だもんだってねえ。だいたいた。いやー、よかったよかったよかったね。桜井さんもいたね。どうしよう。じゃあと早々に締めにも入っていこうかなと思うんだけどね。いや、オールスターだね。オールスター、人脈すごいだろおばあちゃん。だってここ上野公園だよ。桜満開の季節の上野公園だよ。どうしようかね。あと2曲ぐらいにしようかね。2曲ぐらいにね。ジャンヌ・ダルクとかさすがにね、おばあちゃん分かんないんだよね。ねえ、マシャかな。どうしよう。最後桜坂かな。ねえ、ケツメイシ今日の朝歌ったんだけどね。もう一回歌うかい。え、じゃあ呼んじゃうかね。ついにあの人、マシャいるかな。マシャマシャマシャ来ないんじゃないの。マシャ来ないんじゃないかな。マシャ、藤井フミヤ行こうか。藤井フミヤなんてねえ、おばあちゃんの喉保養だね。喉飴でも買おうかな。おばあちゃん、確かにこのハヒフヘホの行に藤井フミヤいるけどさ、マサ呼ぶっつってんのにね。何やってんだろう。昔はトンネルズにね出てたんだよ、藤井フミヤ。懐かしいね。あの頃の時代は良かったな。ちょっと久しぶりに昔の見たんだよね、トンネルズね。それではね、聞いてください。桜坂行こうかね。桜坂。振り返るといつも君が笑ってくれた。フミヤ。風のようにそっと。フミヤ。眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ。明日の白書。涙に変わってく。じゃんじゃじゃじゃ。君だけを信じて。なるいくん。君だけを傷つけて。おお、僕らはいつも遥か遥か遠い未来を夢見てちゃはじゅちゃ。イエーイ、フミヤ。
アムとトンネルズが打ち上げしてるよ。よかったね。よかったよかった。ねえ、ちゃちゃうるせえなふみやふみやだね。いや、いいね。やっぱこの時代の曲はね。いいね。ちゃんと歌えば、まあ、ふみやだもの。ふみやふみや。ねえ、ふみやだから、待って、ふみやじゃないよ、ふみやじゃないよ。マーシャだっつってんの。それではね、聞いてください。マーシャ、今日来るかな？マーシャも結婚しちゃったからね。なかなかやっぱりね。マーシャって言ってる。マーシャ、マーシャ、マーシャ、マーシャ戻ってきて。マーシャ、マーシャ、マーシャ、マーシャ。君をずっと幸せに。マーシャ風にそっと歌うよ。愛は今も愛のままで。マーシャー、マーシャー。揺れる木漏れ日。オーライ、マーシャー、マーシャー、オーライ。顔の桜坂、悲しみに似た薄紅色。マシャがいた、花見していた。マシャじゃなきゃダメなのに、一つになれず。あんちゃん、愛と知っていたのに。春はやってくるのに、夢は今も夢のままで。マーシャー、この小さな出来事に愛は傷ついて。やー、パフパフドンドンドン。いや、90年代だね、今日はね。90年代の打ち上げさ、平成の打ち上げさ。平成っていつまでなの？最後だよね。あー、もう平成も締めだよ。一時代終わるね。これからはお前たち若者が作っていくんだよ。どうしよう、次最後の曲にしよう。次最後の曲にしよう。次どうしようか。次曲だったら君が代を歌うからね。ねえ、もっと昭和やってほしい。いや、平成はいい時代だったね。どうしようかな、最後の曲。どうしようかな。どうしようかな。イノセントワールド。次ある日、小袋歌ったもんね。小袋ね。ゆいのチェリーが最後ってね。バンプオブチキンのカルマ。おう、アングロジャクションさん来たね。締めは星野源か、締めは星野源がいいのか。小室が足りない。小室の曲って難しいよね。難しいね。星野源がいいのか。結構歌ったからね。あ、難しいな、星野源な。夢、夢の外へ連れてって、ただ笑う顔を見させて、この世は光映してるだけ。ジャン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 。俺難しいな、この曲。ジャン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 。日村さん、ジャジャンジャジャラ。いつの間にか明け明ける夜、
通りを焼く日差し、夢に息は明けたままで、夏はどう、夏じゃ、夏だったこれ、ダメだよ、夏だったもんこれ、春で春ねえ、春で終わらないとこれ、花見だってこれねえ、どうしようどうしよう、しようかな、歩いて帰ろう、歩いて帰ろう、ポンキッキーありがとう、ポンキッキーありがとう、じゃあ最後にサイトを和義歩いて帰ろうで終わっていきましょうかね。それでは皆様またあれですね、わーてーんて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 ーん、走る街を見下ろしてのんびり雲が泳いでく、誰にも言えないことはどうすりゃいいの、教えて、たたたんたた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 た、急ぐ人に操られました、右も左も同じ顔、寄り道なんかしてたら置いてかれるよ、おばあちゃん、はい、じゃんじゃじゃんじゃ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 ん、それごまかしてん、ふんふん、すごしてしまえば、ふんふん、たどみぼし大の高さん、同じような朝が来る、走る街を見下ろし、 TBS の歌番だ、のんびり高さやべべり雲が泳いでく、だから歩いて帰ろう、今日は歩いて帰ろう、嘘でごまかして、強し過ごしてしまえば、頼みもしないのに、こいち同じような朝が来る、風が吹く、急ぐ人に操られて、誰だこれ、言いたいことは胸の中、桜井さん、寄り道なんかしてたら置いてかれるよ、いつも走る街を見下ろして、あ、みんな歌って、のんびりく、あ、間違えた、のんびり雲が泳いでく、おばあちゃんは歩いて帰ろう、今日は歩いて帰ろう、え、君が夜は千代に、いや千代にさざれ、石の岩ほどなりて、苔の娘で、終電だよみんな、撤収、それでは
またお会いします。イベントごとになるとまたね三味線やろうと思います。それでは皆様おやすみなさい。バーチャルおばあちゃんの三味線ライブでした。パフパフどんどんどん、てて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 。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。吹き上がない春の風、あの頃のままで。君が風に舞う髪かき分けた時の淡い香り戻ってくる。二人約束したあの頃のままで。ヒュルリラヒュルリラヒュルリラ。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の